今月9日に岩見沢市内で捕獲された冬眠前のクマ。体長はおよそ 1.5 メートル。撮影者が付近を歩くたびにクマは敏感に反応し、警戒している様子を見せていました。人通りじゃん、それ歩行者。そして8月、道東の標茶町で撮影された映像です。歩道を歩く男性を追いかけようとするクマの姿をカメラが捉えました。逃げろ逃げろ逃げろ逃げた逃げた逃げた。追いかけようとしたクマは車に気を取られたのか、道路脇に姿を消しました。男性はこの車に乗せてもらい難を逃れました。こちらは夜の住宅街を歩くクマです。7月、道北の江差町で体長2メートルのクマが現れました。このクマは付近の水産加工場のゴミを荒らしたとみられています。出没は札幌西区山手の住宅街でも。防犯カメラには玄関のすぐ近くを3頭が歩く様子が捉えられていました。今年も道内で相次いだクマの目撃。一方、ここ数年でなかったある異変が起きています。札幌市西区の登山道入り口に来ています。こちら水ならという木なんですけれども、あたり一面たくさんどんぐりが落ちています。無数に落ちているのはどんぐりです。実は今年、ヒグマの主食になるどんぐりの実りが回復傾向にありました。道の調査によりますと、不作や凶作が続いていたどんぐりの実りは今年10年ぶりに並作となったのです。どんぐりが不作だった去年は熊の目撃も4055件と過去最多になりましたが、今年は去年に比べて激減しています。17年間歩いててこんなどんぐりになった、クルミの実もなったことないです。異常にある。すごいんですよ。大豊作ですよ。あ、そうですか。ええ、もういてるところには山ぶどうも多いしね、クマ出てこないんじゃないかと思うんだけどね。今まで出てきたでしょ、餌がなくてね。クマにとって秋は冬眠前に栄養を蓄えるための準備期間。去年は山に餌が少なく行動範囲が人里まで広がる傾向もありましたが、今年は山に比較的餌があるため目撃件数が減っている可能性があるといいます。5月、6月、7月はいつもの通りの出没だったんですけど、秋にはポタッと出没がやみました。それはやはり餌が豊富で、広い範囲を餌探しに動き回る必要がなかったのだと思います。ただ油断は禁物です。秋は例年熊による人身被害が相次いでいます。道南福島町の大仙岳だけでは去年、消防隊員3人と男子大学生が襲われ、うち大学生1人が死亡しました。ハンターが持っているのは模型の猟銃です。札幌の市街地などに体長およそ 1.5 メートルのクマが出没したという想定で、昨日訓練が行われました。準備でき次第発砲お願いします。訓練は1週間にわたり、クマが市街地などに出没を繰り返している想定。札幌市が危険と判断し、ハンターが駆除しました。今年は去年に比べて目撃件数は少ないですが、いつどこで姿を現すのかわからなくなっているのが現代のクマでもあります。どのように注意すればよいのでしょうか。
つい数日前も雪が降ったところですけど、クマは餌がある限りはなるべく食べようとして頑張ります。クマによっては1月になってまで動いているクマもいるようです。寒くなったからといって安心しないで、ハイキングなどで 山に入るときにはまだまだクマが活動しているということで、音を出してクマに人の存在を知らせるとか、もし万が一であった時のためのクマスプレーを用意するとか、そのような対応をしていただきたいと思います。冬眠前のクマはまだ活発に動いています。山に入るときは音を出して存在を知らせるなど、安全対策の徹底が求められます。